第4代ソールズベリー公爵、ジェームズ・エドワード・ヒューバート・ガス・コイン・セシルは、イギリスの政治家。ガーター・勲章勲ョ師、氏、ロイヤル・ビクトリア・勲章ナイト・グランド・クロス・勲章シ氏、バス・勲章コンパニオン勲章・勲ンシャ氏、数密顧問官。父親が、ソールズベリー公爵となった1868年から、自身が就職する1903年までは、クランボーン死者の儀礼称号で称された。 ロンドン生まれ。サンドイギリスの首相となった第三代ソールズベリー、公爵ロバートガスコインセシルと妻のジョージアのアルダーソンの間の長男。弟に国際連盟の創設者の一人で、ノーベル平和賞受賞者である初代チェルウッドのセシル子爵、ロバートセシル、いとこに首相や外相を歴任した初代バルフォア伯爵、アーサー・バルフォアがいる。 イートンカレッジを経て、オックスフォード大学ユニバーシティカレッジへ入学し、1885年に学士号、1889年に修士号を取得。1885年から1892年まで、ランカシャー州ダーウェイン選挙区選出の1893年から、ソールズベリー公爵位を相続式属院に移る1903年まで、 ケント州ロチェスター選挙区選出の庶民委員議員。1900年、第3次ソールズベリー内閣において、新人ブロードリックの公認の外務政務次官となる。続いて1903年に発足したバルフォア内閣では、王子証書として入閣し、1905年には、商務員総裁も兼ねた。ソールズベリーは、1909年に第一次、 アスキス内閣の財務大臣、デビッド・ロイド・ジョージが提出した人民予算や、それに続く1911年の議会法に対する論争では反対派の主導者であった。1922年に保守党が政権を奪還すると、アンドルー・ボナーローやスタンリー・ボールドウィンの下で、1922年から1923年まで、 ランカスター工業大臣、1922年から1924年まで、数密院議長、1924年から1929年まで、王子証書として入閣し、さらに1925年から1929年まで、貴族院における保守党の党首として、貴族院院内総務も務めた。1931年6月、貴族院の保守党党首を辞任。 庶民院で、ウィンストン・チャーチルが行っていたインド独立、運動反対の主張を、貴族院から援護した。1936年秋、首相スタンリー・ボールドウィンと、財務大臣、ネビル・チェンバレンに、ナチス・ドイツの脅威に対抗して、軍備を強化するよう求めた、両院代表に名を連ねた。これは、サー・オースティン・チェンバレンが主導したもので、ソールズベリーの他には、ウィンストン・チャーチルや、 レオ・アメリー、サー・ロジャー・キーズらが参加した。1900年にバス勲章・コンパニオン、1909年にロイヤル・ビクトリア勲章・ナイト・グランド・クロス、1917年にガーター勲章を授けられ、また1903年に数密古門館へ列せられた。1937年に行われたジョージ6世の戴冠式においては、大華令を務めた。 1947年4月4日に、ロンドンで死去し、ハートフォードシャー州、ハットフィールドの聖エセルドレダ教会に葬られた。第5代アラン伯爵アーサーゴアの次女である、レディッシリーアリスゴアと1887年5月17日に結婚し、次男次女を設けた。ありがとうございます。